はい、こんばんは、島津です。アウトラストトライアルズね、本日もやっていくんですけど、前回はですね、 MK チャレンジサブミッションがねあるっていうことが判明したんで、またちょっと違うね区画の、ステージで遊んでみました。ただね、脱ぐんですよ、またあいつがね、巨人がね、もう2連続脱いだんで、まさかのね、リセマラをしました。うん。それで、まあ、モザイクの危機からは逃れながらどうにかね、クリアすることができたんですけど、今回はですね、この下の新しいミッション、ね、封鎖を妨害する、やってみたいと思います。扉を開けることができるなら、どんな牢獄からも抜け出せる。発電機をつけて、逃走を実現しよう。まあ警察署から脱走しなさいっていう、プログラム、ミッションみたいです。はい。それではね、やっていきましょう。で、今回はですね、またスキル強化しました。処方箋の方なんですけど、回復。数秒後に体力が少量回復する。どうやら少しだけね、回復するっていうね、HP が回復するっていう能力みたいです。あとね、足止めね、レベル2まで上げました。内容としてはね、レベル2段階は、そうだね、爆発した時の有効範囲を広げてくれるって言ったやつです。まあだから、ちょっとね、当人を外してしまっても、当たりやすくはなってるっていう感じですかね。はい。それではやっていきましょう。封鎖を妨害する。警察署。ここも初めて来るとこですね。カジノ。カジノだって。ガソリン、そうか。発電機に、ガソリンを入れんといけんかったよね。まあ、なんだけど。ちょっと待って、はいで。もう、いるね。そうか。ゆっくりドアを開けるためには、こういった感じか。まあ、パッと見大丈夫。で、頼む。脱がんでくれ。な。脱ぐのはやめよう。あれ？ここ来たね。前回来た場所だ。別ルートから入ってきたって感じ。今回は。どうだ、脱いでるか。ちょっと待って。めっちゃ喋ってる。脱いでない。ちょっと待って。まずい。やっちまった。ちょっと待って。場所が悪すぎた。オッケー。今んとこ脱いでない。ありがたいことに。待て。危ない。入れんか。開けて。マジ。オッケー。ここのさ、覗くところに関してさ、なんつうのかな、ちょびちょび開けられる感じにしてほしいよね。固定する感じ。ちょっと覗いたらそこで止まる感じ。押しっぱにしないと覗けないんだよね。でも押しっぱにしすぎてると丸見えになるから見つかりやすいの。ここがあかんよね。あっち行きたいね。こいつは本当に音さえ鳴らさんければ大丈夫。気づかれないけど。うわぁ、スクリーマーもいる。ちょっと待って。OK。ああ、やっぱね、あっち行った。スクリーマーは追い出して。ちょっと待って。危ない。ちょっと待って。
オッケーオッケーオッケー。あ、入ってきた。いないよ。オッケー。そこ開けたね。で、スクリーマーがそこに移動した。いなくなるってわけではないんだね。あんな感じでどっかに移動するって、うん、移動するって感じっぽい。ダメージを受けたら。オッケー。ああ、リグチャージャー。このドアを持ち上げられない。待ってね。持ち上げて。待って。いけるか。オッケーオッケー。危ない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 。どうにか持ってこれだ。で、また明るい。何よお前。ちょっと待って。おら、あ、あ、全然。ちょっと待って。危ない。ちょっときついな。ちょっときついな。逃げられない。あれ、待って。いや、まずいまずいまずい。みんなパーク外してきてる。俺パーク外してきてる。ないよ。最悪。パーク外してくるとか、ボンミスすぎませんか。危ない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 。オッケーオッケー。やーば。しまったー。さっきスキル強化しましたよっていう風に紹介した時に外したっぽいね。いや、これきつい。危ない。おお。奥行った。奥行った。オッケーオッケー。全然発電機見つかんない。まあ、こんだけ見つからないってことは一箇所のみだよね。待って、ガソリン。ガソリンも一箇所しかないよね、これ。バレた。OK。ふぅ。行った。別の方行った。あったー、発電機。やばい。挟まれる。発電機はそこ。でもガソリン取ってこんと。お、怖すぎ。聞いた。あ、一回。危ない。来てね。ほう。とりあえず電源だけつけて。しまったな、マジでスキル持ってきてないの痛い。だって、投げて身を守るもんこれしかないんだよ、瓶しか。オッケー。あとはガソリンだけ。あ、やばい、トラップ。
こっから脱出すんだ。マジか。危ない危ない危ない。大丈夫。はっ。バレてないバレてない。バレてない。やめて。やめて。うそー。やりやがった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 。ガスを。ガスマスを。やめろ。やめろ。口の中にぶっ込むな。ガスマスを。クソクソクソ。ポケポケポケ。カス。最悪。死ぬ。どけほら。やばい。よし、戻った戻った。はっ2体いるんだけど。え、待て待て、2体いるはやばくね。みんなこれスタミナない。しゃがめ。2体いた。え、ガチで狂ってる2体いるわ。マジか。なんで2体いんのよ。バッテリーは？頭おかしいって。2体いたよね。で、ガソリンはこっち方面で俺は捨てたと思う。あった。一応戻れる。戻り方はわかる。ただ2体いた。ちょっと待って、もうピッキングは置いていってね。こっち方面のアイテムはほとんど開けてるから大半は大丈夫だと思うんだけど。はあ、えぐい。2体いるは聞いてない。クソ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 。危ない。くそ。スタミナの消費早いかんね。ぐるって回れればいいけど。どうですかね。一応ね、ぐるって回れた。いける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 。ダメか、ピッキングか、あそこ。いない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 。気のせい気のせい気のせい。ありがとうありがとう。そしてパンツ履いててくれて、パンツ履いててくれてありがとう。かなりレアですよ、あのズボンを履いてることに感謝するゲームって。うん、こっちから行ける？あ、こっちのルート使えんだったら。でもなんか遠くになってる気もすんだよね。遠のいてるこれ。あ、回復薬あった。飲んで。オッケー。おいで。ちょっと待って。行った。二人いる？はあ、やばい、来てない？大丈夫。暗闇を
利用して。オッケーオッケーオッケー、来た来た来た、でかい、これはでかいぞ。あとはどこだ。オッケー、来た、大丈夫、暗い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 、大丈夫。大丈夫。大丈夫。オッケー。オッケー、来た。よし。入れろ。急げー。急げー。あとはブルンブルン。あとはブルーンブルーンブルーン、オッケー。そこだよね、そこが出口だよね。出口が近くてよかった、本当に。いった、くそ。危ない。じゃあな。抜いてない？抜いてる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 。あんバカ抜いてる。ああ貸して、スタミナ切れてる場合じゃないんだって。抜いてる。あ、ダメ。もうあなたを私は直視できない。痛い。もう後頭部から殴られる覚悟。モザイクよりかまし。モザイクよりかまし。早く開けよ、早く。痛い。モザイクよりかまし。モザイク、あ、やばい、死んだ。ダウン取られた。いける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 。手札じゃない？手札じゃない？起き上がって起き上がって。無理？あ、来ちゃった。あ、一定時間するとダウンするみたい。うん。え？これどうすんだ？ 3 分以内にって。向こうに行けるか、3分以内に。危ない。ちょっと待って。落ち着け。あ、こいつが直接脱いでたわけじゃなくて、全裸マンも登場してるって流れだったみたい、みんな。あれ。うん。今確認したけど、脱いでなかったやついたもん。増えていく感じなんだ。どうやら。うん。ここ開けて。開いた。はい。いった。待て、落ち着け。はい。もうごめん、ここね、全裸いるからね。全裸いるから、もうカットしていった。やばい、いけるいける。オーケー、じゃあな、バカタリー。よーし。おお。どうにか出れた。ねえ、リスポーン地点が最初だったからえぐかったね。ちょっと危なかったよ。場所が遠かった。進歩が遅い。うっさい、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 うっさい。バカ一人で頑張ったんだぞ。ほんと、毎回毎回腹立つわ、ほんとに。ダメージを受ける9回、哀れ。ふざけんな。戦死する。無気力。無気力じゃねえんだわ。映したくなかったから、あえてもうダメージを受けてたんやが、こっちは。本来なら逃げ回ってたんだぞ。でも、見たら、モザイクを入れざるを得ない。だから、俺は、逃げずに耐えてたの。結局ダウンして、うん、倒れたけど。
モザイクと俺は戦ってたんだよ。そんな別の敵と戦ってた俺を無気力なんて言うな。はい、ということで今回は警察署のプログラム2ね、封鎖を妨害するどうにかクリアしたんですけど、新たなねことも分かりましたね。最初服着てるやつがいてね、なんか終盤になってテンション上がって裸になってたんかなって思ったんだけど、そうではなくて、裸の殺人鬼が新たに終盤になって登場してたっていうのが実際のゲームの進行だったみたい。だからこのゲームは終盤になればなるにつれて敵が増加していくみたいですね。そういうにしても今回は厄介な敵が多かったわ。うん、基本的に。通常のその雑魚キャラじゃなくて何かしら強化されたタイプがね、多かったですね。特殊な殺人鬼だらけでしたね、今回。はい、ということで本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回ね、またできる機会があったら、プレイして、次はちびっこランドですかね。うん、こちらプレイして、遊んでいければいいかなと思ってるんで、よかったらね、動画が上がった際はよろしくお願いします。それでは、島津のアウトラストトライアルズになりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。